テクテク歩いて行こう。タンクポップ YouTube チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日はうちの父を紹介します。父です。もう亡くなってます。体はね、まあ、父の残した、こう、いろんな精神だとかね、思いだとか、私の中に入っています。ね、お父さんね。父はね、まあ、癌で亡くなったわけなんですけれども、タンクポップって元気楽天ユニットっていうキャッチコピーがついてるんですけれども、まあ、元気で楽天、楽しく、楽天の天、もう天ってほら天もう突き抜けるみたいなね、てっぺんとかみたいな意味もあるじゃないですかね。まあ天だから自然だとか、もう原理原則とかそういうのも含んでると思うんですけれども、元気で楽しく、楽しくっていうのには楽しくだから楽っていうのも含んでるかな。ねえ、辛いより楽の方が好きでしょ。ねえ、いいと思うんですよ。それで元気で、楽ちん、そして楽しく、もうそれのマックスみたいなね、そんなユニットですよね。そういうのをね、人生の最後の最後までやった人なんですよね。まあ病院とかで入院しててもね、私とかが行くとね、若子、あ、本名若子なんだけど足揉んでくれよとかね、あそこのコンビニの唐揚げくんとかいうのがあるんだって、俺食べたいんだけどとかね、ちょっとしか食べらんないんだけど、なんかね、やりたいことをね口にしたりとか、もう末期って自分で分かってたと思うんですけどね、最後の方は分かってたと思うんだけど、あ、俺これ退院したらなんか介護タクシーの運転手やりたいんだよなとかね、そういうのをずっと最後まで言ってましたね。で、うちの母にいっぱい来てもらったりとかして、姉とかにも来てもらったりとかして、でも最高の人生だったと思いますね。で、ある時ね、最後の方に、若子、ちょっと頼みがあるんだけどって言われたのね。お墓なんていうことが話題に出る時点で、分かってんだよね。あ、もうすぐだなってね、分かってて、お墓にちょっと刻んでほしい言葉があるんだよって言って、これ刻んであるんだけれども、揺れて泣くコオロギかと立ち止まり、ね、揺れて泣くコオロギかと立ち止まりね、工作ってね、まあ、工作ぐらいはいいかな入ってるんです。で、これってどういうことかっていうと、うちの母がですね、通称、しーちゃんですね。知ってる方は知ってますよね。しーちゃんって、今結構元気なイメージなんですけれども、割とそんな体強くなかったり、おとなしかったりするのが基本なんですよ。結構。ね。ひょろひょろひょろってしてる、ように、うちの父も出会った頃、出会う前か、出会う時かな。そういう印象だったんでしょうね。元気な、すごい元気な父親なので。で、ひょろひょろひょろっとなんか自分の前に、コオロギみたいなこう小さき虫が現れたみたいな感じだったんですって。で、まあ揺れてひょろひょろひょろってね、鳴くコオロギ。あれコオロギかなって、立ち止まった。で、それにこう目を向けたってことですよね。で、そこから、もう泣いちゃう。母が、母と出会ったことで、自分の人生が、もう、どんどん良くなって、幸せになってたよって、ことを、伝えたいから、父はまあ、俳句がとっても好きだったんですけどもね。父の残した言葉にいろいろあってね、老木は新芽と同じだ、とかってね。年をとっても新しく出る芽は同じなんだってね、気持ちがあればできるさっていうこととかね、
いろいろと言葉を残してる方なんだけど、これって墓石に刻んだ、もう最後の母へのラブレターなわけなんですね。ああ、泣いちゃう。ね。で、これがあったから、この立ち止まって母をこう愛して、まあ姉もいるんですけどね、二人の娘を残したっていうね、もうこの最初のところですよね。それを刻んでくれって、私に、母じゃなくて私に言ったんです。で、私は、OK って言って、で、誰もにも言わないで、いました。で、父が、まあ、いよいよね、母に看取られるわけですよ。私はね、残念ながら立ち会えなかったんですよ。母はしっかりと父の最後をね、看取りましたね。で、その時の母は、もう気が張って必死だったから、父の最後をね、看取るんだっていうことで、いろんな介護とかね、病院足運んだりとか頑張って、気が張ってたから、もう、すごいテンションになってましたね。で、最後、父が亡くなった後も、見取ったぞっていうガッツポーズでしたね。すごいよね、それって。よし、見取ったよって言ってました。で、その後母は、時が経っていった後に、まあ父がいなくなったことをすごい悲しんでしまって、一回体調が悪くなっちゃってね、もう本当に落ち込んでしまった時期もあるんですけれども、まあそんな辛い時期を乗り越えての今の明るい母なんですよ。で、その母が今すごく生きがいにしてくれているのが、私たち元気楽天ユニットタンクポップなわけなんですね。だから、もうライブなんかね、楽しくてしょうがないんですよ。なので、いろんな理由があります。日本武道館でやりたい。ね。まあ、父はもういないわけなんですけど、母はまだ生きてるんですよ。結構元気に。で、その元気な母の今元気でいられる源は、二人だって言ってくれてるんです。若ちゃんたちがいるから、元気でやってるから、お母さんすごい楽しいって言ってくれてるんです。だから、まあ父も多分ね、武道館やった時にはね、降りてきてくれてると思います。だけどその、まだ体がある母、5周年だから2年後ですよね。2年もなくなっちゃうのか？うん。これがね、皆さん再生してくれてるのが、いつかわかりませんけれどもね。今チャンネル登録してくださってる人が乗った時に見るタイミングだと、まあ2年くらいありますわ。ね。母がね、元気で、ね、目も耳も、目とかちょっとね、悪くなってきちゃってる。楽しんで、楽しいタンクポップを見られるうちに、いつも持ってきてくれる元気玉を、これね、母がいつもね、こうやって持ってきてくれるんだけど、武道館のステージでこうやってね、持ってきてもらいたいんですよね。って思います。ちょっと熱くなっちゃってごめんなさい。で、なんでね、今日お墓参りに来れたかっていうと、ワッコライブってあるんですよ。ティールームじゅんさんっていうね、草加市にある名店、ね、もう40年とか続いてる素晴らしい喫茶店があるんですけれども、そこのワッコライブっていう、今年の最後のワッコライブの時に、お名前言っていいのかな？一応じゃあ Y さん、三郷市の Y さんが、ワッコライブってね、音楽やんない人もいるんですよ。ライブって言ってんのに。なんだ。歌じゃなくてね、お話をしてくれたお話ね。ライブなんだけど。で、その中のお話で気づきがいっぱいあって、その中の一つに、お墓参りって大事ですよ。っていうワードがあって、で、私ちょっとご無沙汰だったわけ。お墓参り。だから、今年2019年12月年末の時点でこれ撮ってるんですけれども、じゃあ今年が終わんないうちにお墓参り行きたいって、カックンにお願いをして連れてきてもらったんですね。ライブの準備とかいろんな準備があるんですけれども、外しちゃいけないなって、
あ、わかりました、行きますって言ったんだから来なくちゃいけないっていうことで、今日、おかんにね、お墓参り行ってくるよって、行って、実家にあったお線香をもらってきて、でね、ちょっとこう、もう安い花でごめんねっていう感じなんだけど、ね、この、いろいろね、お供えをさせてもらって、ね、お父さん お待たせしました、久しぶりっていう感じになっています。ね。まあ、まとまりませんけれども、日本武道館でね、私を頑張って産んでくれた母に、晴れ舞台をね、5周年の晴れ舞台を見てもらいたいっていう思いでいっぱい、きっと叶うと信じて動きまくりたいと思います。見ていただいてありがとうございます。わっこでした。あ、タンクポップわっこでした。かくもいるよ。ね、かくんね。はい。おいしいぞ、出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすんなよ。